中国統一、または両岸統一は中国と台湾を単一の主権国家に統一するという目標を表現する中華圏の象徴的概念。この用語は1970年代に中華人民共和国がアメリカ合衆国や日本を含む多くの国との対外関係を正常化していく中で台湾問題に取り組むための中国共産党の 戦略の一環として生み出された。1979年、全国人民代表大会常務委員会は、台湾統一という言葉を、両岸関係の理想的なものとして含む、台湾同胞に告げる賞を発表した。1981年、全国人民代表大会常務委員会委員長の、要建英は、中国の平和的統一の第一の政策として、 中国の両岸関係に対する姿勢についての9つの政策を発表した。以来、中国共産党全国代表大会では、香港、マカオ、台湾への対応方針として、一国二制度、中国統一が強調されるようになった。具体的には、ポスト植民地時代の香港とマカオに対する中国の政策に関する一国二制度と台湾に対する 中国統一である。中華民国は、満州族主導の清政府を倒した後、中国大陸を統治する国家として1912年に建国された。当時、台湾は大日本帝国の一部であった。1945年、台湾に駐留していた日本軍は、第二次世界大戦の連合国を代表する中華民国の小解席に降伏した。国境内戦末期。 中華民国は中国大陸を中国共産党に明け渡し台湾に政権を移した。中国共産党は1949年に中国大陸に中華人民共和国を建国した。中国政府は台湾は中華人民共和国の反逆政府であるとしておりその意図を明確にするために一つの中国政策を制定している。また中国政府は 平和的編入が不可能である場合には、軍事的編入も選択肢にあるとしている。台湾の大部分の人々は、台湾の民主主義、人権、及び台湾民族主義喪失に対する恐れを含む、様々な理由で、中華人民共和国への編入に反対している。反対派は、台湾を統治する中華民国の現状維持か、中華民国からの台湾分離独立を支持している。 中華民国憲法は中華民国の領土は本土を含むと規定しているが中華民国政府の公式政策は現在どの政党が政権を握っているかにかかっている国民党と新民党新党からなる広島連盟の立場は最終的には中国大陸を中華民国に編入する方針であり民主進歩党と台湾団結連盟からなる広島緑連盟は 台湾独立を追求する方針である。台湾はオランダ東インド会社、南米、新朝、大日本帝国などといった大きな外国勢力が統治していた複雑な歴史を持っている。1683年に満州族主導の清に侵攻され、初めて中国の支配下に入った。しかし、清は台湾島を福建省に編入したものの統治には消極的であり、 台湾全島を実効支配しておらず、宮古島島民遭難事件に際しても、台湾は加害の地であるとして、日本側の賠償を拒否し、日本による台湾出兵を引き起こすことになった。清は1885年に台湾省を設置し、ようやく台湾全島の実効支配を行おうとしたが、日清戦争で清が日本に敗れたため台湾は1895年に、 下関条約によって日本に割用された。1945年に第二次世界大戦で数軸国が敗北した後、国民党主導の中華民国が台湾の支配権を獲得した。一部の台湾人は第二次世界大戦後の数年間で中華民国政府の支配に抵抗した。中華民国政府はこの抵抗を激しく弾圧し、 1947年に2.28事件を引き起こした。1950年に国境内戦が終結すると台湾と中国は互いに軍事的に政権を奪取しようとする政府によって分断された。台湾を含むとされる大中華圏の統合の重要性を強調する民族統一主義は中国国民党でも中国共産党でも内戦中から戦後にかけて生じた。 中国にとって大中華圏の主張は、領土保全を求める民族主義的な主張の一部であった。内戦時代の1932年、清皇帝の母国である満州を失った、中華民国とは異なる共産主義運動を日本にもたらした。1950年の国境内戦終結から1970年代、半ばまで中華人民共和国政府と、 中華民国政府の間では、統一の概念は主要な議題ではなかった。国民党は、アメリカによる援助があれば、いずれは中国大陸を奪還できるだろうし、毛沢東の共産主義政権は、民衆放棄で崩壊し、国民党軍は歓迎されるだろうと信じていた。1970年頃になると、台湾での国民党政府の軍事独裁政権は、 当該運動と台湾民族主義者の人気のため、国際的にも非難を浴びていた。1970年、当時の行政委員副委員長であった、小渓谷は、ニューヨークでの台湾独立建国連盟の会合の祭、際、定時祭と、公文有による暗殺未遂事件に遭うが一命を取り留めた。1976年、大幸雄は、当時の台湾省主席、 社頭便に対し郵便爆弾を送り、結果として王の両手に重傷を負わせた。ビレー島事件での国民党の圧政、林家事件、陳文成、なり、郎殺害事件への関与、そして帝南洋の昇進自殺は、台湾社会を政治的行動に借り立て、台湾を民主化に導いた。毛沢東の死後、中国は経済改革に着手し、 より実用的な外交政策を追求したため、1979年に統一の概念が中国の解放の概念にとって変わった。台湾では、1971年のアルバニア決議による国連脱退、1979年の米中国交樹立、1975年の小解析死去などを契機に、1970年代の 中国際統一の可能性が次第に遠のいていった。1980年に権威主義体制が終焉を迎えると、国民党内でも小解析に随行した派閥からの離反が起こった。当時人口の85%以上を占めた日本、統治時代に育った台湾人の影響力が強まり、国民党は両岸統一の理念から離れ始めた。 1987年7月15日、総統の小渓国は、戒厳令の解除に踏み切った。3月学園に続いて、小渓国の後を継いで総統となった李登輝は、1991年に中国共産党による中国大陸支配に反対しないと宣言し、中国共産党を反乱団体とみなしていた動員観覧時期、臨時上官を廃止した。そして、 中台の和平交渉が非公式に開始された。中国は1999年、李登輝が中国との関係を一辺一国と述べたことを受けて、この協議を中断した。1990年代半ばまで、台湾の統一支持者は共産党に激しく反対していた。しかしそれ以降、共産党と台湾統一派との関係はかなり改善し、 両者ともや台湾独立派に反対している。これは統一支持者たちが台湾を中国に売ろうとしているという非難を引き起こした。彼らは中国大陸とのより緊密な関係、特に経済関係が台湾の利益になると答えた。2000年中華民国総統選挙で民進党の陳水編が当選した後、国民党は国民中心党の離反に直面し、離党期と その支持者を追放して統一志向に転換した。同時に中国は統一への努力を軍事的脅威から経済的エンセンティブへとシフトさせ台湾企業の対中投資を促し台湾の有権者の中に親中国ブロックを作ろうとしている。台湾内部において統一支持者は中国を国境内戦によって国内で 別々の州や政府に分割されたより大きな文化的実態とみなす傾向がある。さらに、支持者は台湾のアイデンティティを別個の文化的アイデンティティとしてではなく、より広い中国のアイデンティティの中の一つとして捉えている。しかし、文化大革命のような共産主義的イデオロギーに内在する脱中国化や台湾のアイデンティティを中国とは別のものとして強調しようとする動きには、 支持者は反対している。2008年の総統選挙の際、馬英九率いる国民党は一つの中国原則には同意したものの同原則を中華人民共和国ではなく中華民国が主導するものと定義した。離島期訪米中のワシントン DC の反対は独立でも九百九十五年の中国共産党総書記、江沢民の提言によれば台湾は 主権と自決権を失うが、香港とマカオで採用されている第二の指導者の原則に従って、軍隊は維持し、人民解放軍の代表を中央政府に派遣するとしている。従って、この提案の下では、中華民国は完全に消滅することになる。一国二制度を支持する台湾人は、ほとんどおらず、統一を支持する人々の中には、 中国大陸が台湾と同じレベルに民主化され、工業化されるまで、現状維持を主張する人もいた。2000年の総統選挙で、独立派の曹操油は、不可侵条約を結んだ上で、欧州連合方式の中国大陸との関係を、提案した。2004年中華民国総統選挙で、連戦は、国家連合方式の関係を提案した。中国は、台湾はすでに中国の一部であり、 国家ではないため、台湾と連合を組むことはできないとして、これらの提案に反対した。台湾では、統一案が積極的に提案されることはなく、この問題は、中国の事前条件のもとで会談を拒否した、陳水編の下では議論の余地があった。中国の古錦東政権下では、2008年までは、独立派である陳水編政権が続くという現実の中で、 台湾の編入は重視されなくなった。その代わり、独立に反対する政治家との会合に重点が移った。2005年に実施された広島連盟の中国大陸訪問は中国政府の現状認識を暗に示したものと受け止められた。特に連戦、国民党主席の歴訪は政府系メディアや古近党国家主席ら高官との会談で 演説や視察が未編集のまま報道されたことが特徴である。続いて、総々ゆ新民党主席、幾忍武名信党主席らも同様の措置を取った。共産党と広島連盟は、1992年コンセンサスの下での新たな交渉において、それぞれの立場の共通性を強調し、三通解放を主張し、台湾の正式な独立に反対した。 中国は連戦法中直前に反分裂国家法を成立させた。広島緑連盟は台湾制圧のための武力使用の法典化に抗議するために大規模な集会を開いたが、広島連盟はほとんど沈黙していた。反分裂国家法の文言は明らかに台湾の独立支持者を対象としており、広島連盟にも受け入れられるように意図されていた。台湾が 中華人民共和国の一部であることを明確に宣言したわけではなく、定義に柔軟性を持たせるため、中国という用語を単独で使用した。平和統一の推進を繰り返し強調しながらも、一国二制度の概念は省き、台湾の即時返入ではなく、最終的な返入を念頭に、段階と局面に柔軟で変化に富んだ方法での交渉を呼びかけた。沈水編と、 バイエ級の両政権下で両岸関係における主な政治的変化は経済関係の緊密化とビジネス及び個人的な訪問の増加であった。こうした動きに対して2014年に海峡両岸サービス貿易協定破棄につながったひまわり学生運動のような草の根の反対運動があった。バイエ級は台湾で使用され歴史的に 中国で使用されてきた反対アザ中国語を中国大陸向け文書で再導入するなど中国文化の再生を提唱した。また、非公式文書に反対アザ中国語を使用することを認める意向を表明した。アモイ市にある一国制、一中国と書かれた中華人民共和国のスローガンスクにある和平一一国制と書かれた中華。 人民共和国のスローガン禁門権にある三民主義統一中国と書かれた中華民国のスローガン共産中国との統一に反対する台湾人は世論調査で一貫して70%から80%だった。それ以来統一に対する世論はあまり変わっていない。また台湾の政治運動や選挙において統一は一般的に決定的な問題ではない。 中国との軍事的対立を避けるために、さらに反響の立場から、国民の大多数は現状維持を支持しているが、一部は国民が台湾マさな運動を支持している。主要政党のいずれも即時統一を支持していない。新民党は台湾の現状維持を公式に主張している。中国国民党は一貫して、中華民国の主権を擁護し、 中国は一つであると主張しているが、ここでいう、中国とは中華人民共和国ではなく、中華民国のことを指す。これら二つの政党と神党は、共に広島連盟を形成しているが、ほとんどの場合、伝統的な意味でのみでの連盟である。広島緑連盟との大きな違いは、台湾は文化的に中国と同じであり、国家としてのアイデンティティを失うことには、 反対しなければならないと考えていることである。一国二制度反対派は、同制度が実施されている香港での高度な自治権が約束されているにもかかわらず、中国政府は、本土からの人の流入、選挙操作メディアと経済の統制を通じて、香港に対する統制力を徐々に強めている状況を例として反対している。台湾の少数の親統一派は、時に、 メディアや政治でこわだかに主張してきた。2004年の総統選挙では様々な政党がこの問題を議論していたため、統一問題が注目された。また、少数の統一派によって組織されたものも含め、一連のデモは大きな注目を集めた。中国共産党のエリートや政策専門家による政治的課題とは別に、中国国民の見解はより多面的である。 一部の評論家は、郵便、運輸、貿易の接続を可能にする三通を含む両岸関係の進展が経済発展の機会と相互利益をもたらしたという経済の現実的側面を認識している。海峡横断の交通の発達により、沿岸部の住民の中には台湾への関心が薄れてきたと感じている人もいる。中国統一の政治的進展という点では、 中華人民共和国の動機並びに平和的交渉、または統一問題の現在の停滞について、台湾の戦略的、地理的位置により南シナ海における中国の軍事防衛線を強化することができるが、現状台湾がアメリカの支援を受けていることから、中国は米国に脅威を感じ、圧力を受けるからであるとする合理的な見解を持つ者も,もいる。しかし、多くの中国人は、 台湾の独立運動を懸念しており、様々な理由から反対している。中には独立運動は洗脳された求心的な分離主義者だと主張する純粋にイデオロギー的なものもある。台湾は厳しいメンツを守るために、むしろ開発を犠牲にしているとの見方もある。台湾独立への否定的な感情は、台湾独立を主張する民進党の蔡英文が2016年の 総統選挙で総統に選出されたことで悪化した。特に、蔡が民主化の成果を強化するために掲げた移行期正義の裏には、中国との分断、分離をさらに進め、中大関係を悪化させるという思惑があったと指摘されている。中国統一の将来については、共通の古代史、言語、民族性、平和的発展への願望などを統一の推進要因として挙げ、文化的、 政治的な相違が深まるとの認識にもかかわらず、肯定的な見方をする者もいる。一方で、外交問題、特に米中関係については、本質的に複雑な問題であり、希望が持てず、今後も進展が見られないと考える者もいる。また、急速な経済発展と、国際社会における中国の政治的地位の向上によって、中国は交渉力を強め、 外交的孤立などを通じて台湾に統一を迫る圧力を強めているとの指摘もある。ありがとうございます。